今回は、この秋に発売が予定されている、地域応援商品券について伺っていきたいと思います。市長、この地域応援商品券とは、どんなものなんですか。あの、三鷹のですね、うんえー、地域の、まあ、いろんな消費を喚起して。また、あの今、今、えー、原油高とかです、ね。物価高で、困ってるいらっしゃる方もいますので。はい、ぜひ、あの、地域の。 商店街、そしてまた消費者の皆さんを応援するというそういう趣旨であります。うん、で、以前からの三鷹紫商品券というふうに言われていたんですけれども、ええはい、まあ今回もそういう愛称で続けられたらなというふうに思っているところです。うん、あのプレミアム率三十パーセントなんですけれども、うんええ、三鷹商工会が主催で今度は行います。えー、で、えー、まあ前回の反省も踏まえてですね。うん もしっかりとあのうまく回っていけばいいなというふうに期待しているところです。ねえプレミアム率三十パーセントということで、かなりお得な商品券となりますが。もう販売枚数や販売方法などは決まっているんですか。そうですね。あの詳しくは本当にあの広報を見たかとか、ホームページを見ていただきたいと思いますけれども。ええ、販売額はあの一枚五千円で販売されます。ええ、でプレミアム率は三十パーセントなので。うん 例えば五千円の商品を買うきに商品券であればですね、六千五百円の買い物ができるということであります。で今回は市内在住の方のみということになります。で商品券は QR コード付きのカード型、こんなカードなんですけどね。あの一般のカードと同じでそれをまあ購入して店舗で示されると店舗の方でそれを読み取って、え。ー るということでありますから、うん、デジタル関係が不慣れな方でも、うんえー、使いやすいという、ね、意味があります。はい。そういうことでキャッシュレス決済が可能でありますから、うん、非常に便利なんですけれども、うん、その、えー、6500円の買い物ができる商品券5000円分は一人、うん、その中で5枚まで購入されるということになっています。うん、で今回またあのこれも 発行枚数が20万枚ということでございますので、えええー、普通に申し,込む、まあ、申し込む方がいればあの、まあ、必ず一つは購入できるということでありまして、うん、それを越した場合にはあの抽選ということを、まあ、も検討しているところでございます、ええまあ。なるべく多くの方に買っていただけるようにということなんですね。そうですね、はい、保護者にはは必ず、まあ、1枚は 当選する仕組みにしたいということでありますのでかなりあの皆さんにもご愛顧していただけるんじゃないかというふうに思ってますうん、うん、で8月からですね、はいえー、取り扱い店舗の募集を今していまして、えーえー、9月下旬に購入申し込み花がき付きのチラシを、うんえー、市内の全世帯へ配布する予定でございます、うん、で、えー、利用の可能な期間は11月10日から、えー、来年1月末まで予定していまして、はいえー まあ、なるべく多くの方に長い期間使っていただきたいということで、うんえー、今回もあの議会で臨時会を開きまして、えーえー、ご協力いただいたといますかご承認いただいたそ、まあ、そういううい仕組みででありますすなんですね、はい、今回は事前申し込み制ということで購入を希望される方は9月下旬に全個配布される予定のチラシをししっかりチェックしていいたただきでですねそうですねねそ、はい、う詳細が決まり次第、えー、広報三鷹やホームページで随時お知らせしますので。 えー、よろしくご覧いただいてご利用いただければというふうに思ってますのでお願いしますはい以上今日はどうもありがとうございましたはいありがとうございました